男のファンディング希望額は1000万円。思い描く未来はボクシングでのオリンピック出場。格闘技界を盛り上げるべく掲げた拳は虎たちの目にどう映る。多分皆さん、じゃあ実際の彼が今どのぐらい強いのかとか、どんなもんなのかってお分かりいただけないと思うんで、実は彼、今日弟さん連れてきてて、ちょっとやってくれるみたいなんで、一回見ましょうか。これはここカウンターです。これ感想ありますか？いや、僕別に強いと思う。よくわかんないですよね。わかんないです。これはやっぱりヘッドギアとかつけてないから本気で殴り合ってるわけじゃないんですよね。そうですね。あ、動き動いてないからわかんないですね。その場で、僕が言いたいのはその場で止まっててもこのぐらい打ち返せて、しかもパンチを避けることができるっていう技術をちょっと見せたかった感じですね。なるほど。で、実際にもっとアグレッシブに動いてる、で、世界観なんかとやったものがありますので、ちょっとそれをちょっと、そうです、はい、すみません、これもちょっと軽く手を合わす程度なんですけど、全然ちょっとこれで僕の大体実力だったり技術だったりは結構分かってもらえるのかなっていう。なんかすごい気になってるんですけど、はい、体型がなんかすごいボクサーっぽくないですか？そうなんですよ。この前ちょうど一応他のイベント格闘技のイベントので出た時にちょっと減量を失敗しまして、そこからちょっと一回戻さなくちゃいけなかったんで、でちょっと、はい、今全然一回増やさなきゃいけなかった。一回増やさないとちょっと体調が悪くなっちゃうんですよ。ホルモンバランスが悪くなる。今その時期か。そうですね。今全然減量とか全然してない感じで、ね、はい。なんか素人だからやっぱり分かんない、全然。難しいですね。なんか菅野さんが本当の試合やってる映像はないんですか？はい、ちょっともうないですね。もうない。昔なんでかなり。はい。はい。実戦から遠ざかってどれぐらいだ？結構経ちますね。もう10年以上は。はい、その減量失敗したのは何のために減量したの？それも一応試合に出たんじゃ出たんですけど、全然動けなくて。失敗しちゃったんで。なるほど。ってことは10年間実践してないですね。ほぼほぼそうですね。うん、はい、一旦じゃあ、はい、これは、はい、格闘経験者いないんですか？あ、ちょっとあります。あ、じゃあなんか、そうっすね。まあ正直、はい、オリンピックにまず出れるレベルなのかなってちょっと思っちゃいましたかね。さっきのだけを見るとですね。その強いって、はい、なんですかね。例えば信じたいので、はい、何ヶ月が後かに、まあ、何か結果を出すとかそういうのってできないですかね、はい、例えば3ヶ月後にこういう大会があってそれに出てどうとか、はい、受験でいう模試みたいな。そうですね、はい、多分国体か選抜がそのぐらいの時期にあるんで、はい、そこら辺をちょっと優勝すればいいと思いますね、はい、じゃあ3ヶ月で優勝できる自信がありますか？できると思います、はい、もともとそのつもりで今も動いてますので、うん、それはちょっと面白いですね、うんうん、まあよくね、俺強えんだぜっていう人って、まあ、たまにいて口だけの人もいると思うんですけど、はいはい、でもこうやって出てね1000万円出してくれれば目指しますんでって言ったらね、結構なんか言うだけじゃなくて本当になんか自信はあるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、やっぱ僕ボクシング歴長いんで、そこのジムではもちろん僕一番強いんですけど、その僕の後輩でもちろん新人王になった子たちとかもいるんで、全然僕自身はもう自信はあるんですけど。後輩に新人王だと自信がある。まあまあ、
僕より数段やっぱちょっと弱いんですけど、それでも新人王になれるんだからみたいな。そうですね、はい。じゃあ俺が本気出したらもっとすげえんじゃねえかと。まあそれはちょっとありますね、ぶっちゃけありますね。減量失敗してるって話が私は結構どうなの、ちょっとあのその時はちょっと準備期間がちょっとあんまりなくて、まあ言い訳なんですけど、本当に言い訳だよね。言い訳なんですけど、言い訳だね。僕がちょっと思ったのが、はい、あのもうその動画とかがない状態で、はい、あのどうやって強さを判明しようかなと思ってたんですよ、うん、ってなった時に本当にめっちゃ強かったとしたら、はい、周りがいろんな情報を教えてくれると思うんですよね。なんか、はい、8月何日にこの大会あるから絶対出てこいよとか、なんかオリンピックこの年齢過ぎならここだっていけるよみたいなのを周りが固めてくれんじゃないのかなみたいな、その情報が周りにないのが僕は信じたいです。僕は多分強いだろうなと思ってるんですけど、なんか環境だけ見ると周りはあんまり強いって認めてないんじゃないか説が、あ、僕の中であるんですよ。僕は分からないですけど、でも基本的にはもう僕引退した人間だと思われてるんですよ。やっぱ年齢もあれだし、まあ、プロにはもうもちろん、まあ、なることはできるんですけど、それでも限定条件付きになっちゃうんですよ。だからもう本当の試合には出ないんじゃないかなって正直みんな思ってると思うんで、菅野さんの強さをみんな気づいてないだけなんですよ。周りのみんな気づいてたら、あの教えてくれるけど、なんかものすごくなんか同じ体験を今前にしたなと思って、僕仕事できるんですって社員を雇ったことあるんですよ、はい、でなんかいろんな営業取ってきましたって言ってきて結局全部嘘だったんですね。ああっていうのがあって、虚言症の人とちょっと話してる気持ちが若干あって、ただその人って本当に自分のことすごいって思ってるんですよ。すごいって思ってる自分で、すごいっていうことだけをひたすら自分の中で考えて、ですごいっていう結果を嘘で用意して、でも結果全部何にもなかったっていう人がいたんですよね、過去に雇った人で。で今なんかすごい同じ感覚に陥ってて、何すごいんだけど根拠が全くなくて、ああそうですね、はい、で10年間戦ってもいなくて、でも僕強いんですよって信じ込む力はものすごく分かってるんですけど、なんかこう危うい人だなって勝手に僕思ってるんですけど、なんかこう納得ポイントが一つもないのは多分今後札束は動かない話で、あなたの言葉しか根拠がないんですよ。そうですね、僕はちょっと怖いなって思ってますね今。なるほど、夢はいいんですけどね。そのあれですよね、客観的なデータが欲しいですよね。そうなんですよね、そのデータが揃った時に再度登場していただいて、そしたらもう僕出しますよ、その大会を決めて教えていただいて、うん、それを多分視聴者の皆さんも心待ちにしてるんじゃないですかね。コメント欄にあのみんな書いてほしいですよね、あの本物だと思う、いや絶対嘘してるからみたいなね。国体に関して、優勝する、優勝するという前提で、それが、達成できた場合には、はい、1000万の投資を受けるなら受けるで、じゃあそれを各社長が、はい、じゃあそういう条件だったら俺乗っかるようなのか、僕は乗っからないのかの判断を一人一人聞いてっていいですか皆さん。ではあの渡辺社長から、はい、はい、オリンピック目指して頑張ってください。まあ、今回は私は、林さんにお任せします。今回は、乗れないです。はい、そのもう一回条件クリアにすると、はい、本戦優勝でっていう条件っていうことですね。そうです。じゃあ林さんに乗ります。お、はい、はい、おいくら乗っていただけますか。もうあの半分でも、半分で大丈夫ですか、ね、あ、半分で。はい、小林さんいかがですか。うん、ナッシングですね。過去の経験で僕の言葉から言えるのは、ビッグマウスは好きなんですけど虚言症は嫌いなんで、だからビッグマウスでいてほしいなって思う希望だけは託して頑張ってください。ね、はい、はいはい、すごく気持ち伝わりました。はい、はい、じゃあ林さん500万でいいですか。
はい、本当の天才はなかなか理解されないと思うんですね。なのでそれだと嬉しいなと思います。でも大体桑田さんの予想が当たるのがまあ一般的だと思うんですけど、それを証明していただければね、今まで才能が埋もれてたのは本当の天才すぎてみんなに理解されなかったから、そうだったら嬉しいなと思うんで、条件付きですけど、はい、その大会を楽しみさせていただきます。かなり厳しい条件だと思いますよ。でも条件付きではありますけれども、あなたの希望金額に達しましたので今回はオールとなりました。おめでとうございます。6月29日の土曜日からですね、となります岩井と、菅野さんが交わしてきた LINE というものをですね、一旦ちょっと読ませていただきます。はい、国体の選手登録に間に合わないという話がいろんなところから出てきていますが、国体出場に関するルールとか調べているのでしょうか。一応僕の所属しているジムから出るのですが、はい、全国各所で予選が始まってるとか聞くんですが違うのでしょうか。で、なんかいろいろコピーしてきて、結果、はい、関東ブロックは8月23日から25日みたいです。みたいですって、どうして人事みたいな表現になるのですか。もっとちゃんと教えてください。いつの何に出てどうなれば次はどうなるのか。私には私でその後を報告する、義務があるし、ロケをやるにしてもそれぞれに予定があるでしょ。普通菅野さんから連絡があってしかるべきだと思うんですが。すいません、選手登録してから詳しく詰めていこうと思っていました。しばらくお待ちくださいませ。東京大会は廃止され、関東ブロックからの予選で大会が始まりますので、今週中に選手登録と大会申し込みを済ませてすぐにご連絡いたします。何人かから東京大会は廃止されていなくてすでに終わっているという連絡があるのですが、どうなのでしょう。もう一度しっかりとした報告が欲しいです。僕もアマチュア関係者からもう6月に終わったとか7月からとか様々な情報があり、まだ完全に把握をしておりません。あのね、すべてまだ連絡が取れていないだの、まだ完全に把握していないだの、意味がわからないです。一言じゃないですか。まるでダメです。それでは完全にうちの番組に対する冒涜です。マジに謝罪の動画を配信しなければ収拾がつきません。弊社オフィスに来て真剣に謝罪動画を早急に撮るのがまずは最優先事項です。それをまずは履行してください。誠に申し訳ございません。試合と申請がはっきりしましたら連絡します。本当に申し訳ございません。ではこの段階で約束してください。1、もしすでに大会に出れない状況であることが判明したら、その時点で即刻弊社に来社し謝罪動画を撮ることを約束する。私たちは私たちなりに試合のことは調べます。そんなもの電話一本で判明しますからね。そもそもあなたはすでに東京大会は廃止されたと嘘をつきました。これは証拠として残っています。調べたら廃止ってされていたので、あとは国体に出れるかどうかの結論です。もし予選に出れる状態ならそのまま静観します。そうでない場合は謝罪動画を弊社にて撮らせていただくことになります。ご理解ください。かしこまりました。で、7月の29日、これが僕からの最後の LINE になります。あれから何の連絡もないですね。すべてが嘘だったわけだ。もう来てもらわなくても結構。こちらですべてを正直に伝える動画を制作し配信します。何も文句は言わせませんから。菅野さんは最初から炎上狙いで、もともとオリンピックを目指すつもりはなかったという伝え方をします。で、これが、当日既読になって、今日、8月の今日7日ですね、はい、1週間以上経ちますけれども、10日経ちますけれども完全既読スルーの状態というのが今日までの、まあ、答えですね。はい、はい、まあでもさ、なんか性善説に立ってさ、最後の最後までさ、ちょっと信じようと思ったんだけど、もうこいつは全部嘘だったんだよね。うん、もう全てが嘘、はい、本当に完全に俺たちはバカにされた感じだね。